そこで何が起きたのかというタイトルでございます。まずは本日特別にご登壇くださる与田啓二様のプロフィールをご紹介させていただきます。与田啓二様は1973年にお生まれになれ、幼少期はハワイでお過ごしになります。5歳からこちら沖縄本島に戻られ、与那国また浦添でお育ちになります。沖縄大学をご卒業後、このハワイ大学におきまして言語学、政治科学を専攻されます。2004年から東村にてカナムファームをスタートされ、その後2011年にはカナムスローファーム、これを開業されます。このカナムスローファームにおきまして循環農業を実践され、生産物はこちらで運営するレストランで活用されております。この農園ツアーややんばるの魅力を伝えるツアーも精力的に行われています。特にこのカナンファームの塩パイン、これは全国で人気を集める大人気商品でございます。まずはこの与田様にご登壇をいただきます。それでは、与田啓二さん、そしてコーディネーターの七葉雅子さん、そうですか。それではもう僕から七葉雅子様に、バトンタッチということでよろしくお願いいたします。それではこれより第2部シンポジウムを始めさせていただきたいと思います。それでは本日ですね、勇気ある東村の地元の村民与田啓二さんに登壇をしていただきたいと思います。皆様大きな拍手でお迎えください。しているわけですけれども、宿
うちのお嫁さんがやってることもあって、泊まっていただいたお客さんに東村内の観光の案内を僕がすることがあるんですね。でその時に、たまたま香港から来てたお客さん、白人の家庭で、若い夫婦と、あと3歳と5歳のお子様を連れてきた子供を、の3歳5歳のお子様を一緒に車に乗せてですね、それでそんなにあちこち回ったんですけれども、その中で、ちょっと高いという地域はまたうちからさらにまた20分ぐらい離れた場所で、僕ら村民の中でも、もう本当に村の中の端っこ、もう北限ですよね。その先はもうプリガム村の、実際今のまだ完成されたという報道がありますけれども、完成したヘリパッドというのはもう皆さんもほとんどご存知の通り国頭村で作ってるんですけれども、たまたま高江という名前が全国に知れ渡ったものですから、最後までそれを使おうかということで高江が悪用されているというのが今の現状なんですね。で高江のヘリパッド自体は僕の記憶が正しければもう3年ぐらいですかね、もう完成してもう運用を開始していて、実際もうオスプレイがもう離発着をしている、もう現役のヘリパッドなんですね。でそういうことは全然報道されてない。で、高江というのはごめんなさい、ちょっと話がそれましたけども、感情的になりやすいので、ごめんなさい、もともと僕はお客さんを連れて、その高江というのもう高い絵とかぐらいですね、ものすごい景色の綺麗な場所なんです。僕ら東村民にとってもですね、辻に行くなら高江だよっていう、もう村民の間でもですね、ものすごく別格視というかですね、どちらかというと憧れというかね、いうものを持っている場所で、どちらかというと国神に近い地形というか、獲れる魚の大きさも違うというかですね、密度も違う、それぐらいその僕らの中ではもう観光に行こうかっていうぐらい、同じ村内でも他の低い低地に砂浜があるような海岸線じゃなくてですね、もう140メーターから150メーターぐらいの崖の上からですね、見下ろすようなもう雄大な景色がある場所なんです。だから僕はお客さんを連れてですね、東村内の観光となると、もう高いっていうのはもう僕大好きなところで、たまたま管理している土地もあるものですから、そこにお客さんを連れて行こうということをしてました。でそうすると路地に入った途端、5人の自称平和活動家という方たちが出てきてですね、それで行く手を塞いで、お前は通るなと U ターンしろということになったものですから、俺観光客だし俺村民だけど僕通ったらいけないよって言ったら、いや、あんたは帰りなさいということだったんですね。で、何の理由も言わずにですね、帰れ帰れと言ったもんですから、僕も拉致が開かないので降りてですね、で、僕ももう半分切れてる状態。で、ふざけるなよと。村民が自分の道を通りたいと言ったのに、顔も知らないあんたに通さないというのはどういうことだよ。ということで、押し問答があって、結局押した、押されたりですね、結局僕が相手を押し倒したということで、押し倒して怪我をしたということで傷害で、女性がですね、その状況を見てカメラで暴力だというふうに僕の顔にカメラを突きつけてきたものですから、皆さん大体ネットで確認されている方は分かる通り、そういう人たちに写真を撮影されて悪用されるとネット界でどうなるかということを僕はもう容易に判断できたものですから、そのカメラ取り上げようとしてこう押し合いをしているとそれが相手の顔に当たってしまった。それがたまたま女性だったということで、女性を平気で殴る男っていうことで、シアの有名になってた時期がありました。こういうわけでですね、まさしく、妨害活動家の私的検問にあり、そしてこの押し問答があって、でその後にこの最初に手を出してきたはずの彼らが気づいたら名古屋警察署に行って被害届を出してたっていうことなんですよね。でそれから宇田さんの
ですね、戦いが昼から引き落とされたという感じなんですよね。これ、まあ、結局通常ですね、これ辺野古でも実はもう何回も皆さんもご存知のとおり起こっていることなんですね。で、住民の方、またそれ以外の迷惑を受けた方がですね、向こうのテントを壊したって言って逮捕されたりとかですね、もみ合いになって結局向こうから被害届を出された。で、こっちが被害届を出しても警察は捜査をしてくれない、そういうようなことがずっとこれまで続いてきたわけです。で、僕はどちらかというと、まあ、少しこういう政治的なことにもともと関心があった方なので、やっぱり新聞と言われても、まあ、県内の新聞というのは一番のところこの2社しかないんですけれども、それを、県内というのはこの本島でね、出回っている新聞はこの2社しかないですから、この中からなるべく意図的な誘導というものをちょっと耳から外してですね、なるべく事実を読もうとする努力みたいなものが僕の中に生まれてですね、それでまあ、今は僕は仕事の関係上、今タイムズも新聞も両方取っておりますけれども、どちらを読んでも僕の中では、あ、これは嘘だ、これは本当だというふうにだんだん自分の中で取捨選択ができるようになってきたところです。で、その中で今、あった傷害事件、傷害事件で僕が当日ですね、起こったのは昼の12時くらいなんですけども、夕方の6時くらいには誰がやったかっていうのはもう 100% も判明していて、で、僕にもう夕方にはですね、まあ、現場の、事情聴取というか被害届を出されたわけですから、現場の被害者とされる人たちから話を聞いた帰りに、もう名護署の刑事課の方がもううちの家に寄ってですね、もう与田さんがやったことはもう分かってるよということで、ちょっと来週、これ、土曜日だったかな、週末だったんですけども、来週早々にもちょっと警察署に出向いてもらうことになるから用意しておくようにということを言われたんですね。で、僕はその後どうなるかっていうのはもう目に見えてますね。確実にその翌日で、それに、9月17日土曜日だったんですね。だから9月18日の朝刊にはもう琉球新報という有名なね、新聞社がですね、僕のことを、東村民を名乗る暴力男が、現行して殴ったと、市民を殴ったということが、もう日曜日にはもう出てたもんですから、これはもうまずいなと、そのまま犯人にされてしまうなと。で、その当時はですね、僕はもう全く無我夢中というか、もう誰に相談しようとかですね、後でいろいろ言われたんですね、その時にまず先に弁護士に行くべきだったとか、自分も被害届を取るべきだった、出すべきだった、それともう一つはですね、言われたのはね、相手も怪我をしたということで病院に行ってるわけだから僕も行くべきだったと。で、それで僕が結局、傷害というのは暴行の末の怪我をしたということの傷害ですから、暴行という事実だけでもですね、残すことができたんだよっていうのを後で言われたんですね。だから結局今なんか専門用語でね、警察用語で相被疑というらしいんですけど、被疑者の相打ちということで、もうちょっと有利に進めることできたよって僕はあるんだって言われたんですが、暴行の後もないけれども病院に行って胸が痛いとかって言っただけでもですね、診断書ってすぐ降りるんですね。で、それは僕も事件の後1週間も2週間も経ってから教えてもらったもんですから、もう今更病院に行ったってそんなこと何にも申告もできないという状況だ、後の祭りだったわけですけども、結局そういうことを、何にも考えなくですね、今もうパッと思いついたのは、とりあえず自分の頭が新鮮に、記憶しているうちにですね、全て書いておこうと。もうだから自分の備忘録も兼ねてですね、それを書かせていただきました。で、その記事を書いてるうちに、書いてるうちに、発信してるうちにですね、
あの今ここにあのいらっしゃるあの皆様の中にも多数いらっしゃると思うんですけれども、僕の記事を目にしてですね、でもう会ったこともない見ず知らずの こんなただの農家にですねのサポートしようということで、あのどんどんあの Facebook ならシェア、あの Twitter ならリツイート、あのさまざま自分のブログだとかいろんなところであの僕のですねあの記事を紹介していただいたおかげで、あの今あのちょっと一説にはもう250万人ぐらいが読んだと言われるほどのですねインパクトを与えることができて、これこの2社発行部数を2つ足してかける5ぐらいしてもですね足りるかなというくらいのですね相当な皆様にこれを読んでいただいてですね、今あのラーメン食べに行っても与田さんですかって聞かれるくらいですね、あの悪いことできないなと思うんですけど、あのものすごくやっぱりそういうあのなんていうんですかね、大きなあのサポートのもと、もう本当に皆様にももうあの深くあの感謝しております。でそのおかげで皆様のこのおかげで知る人はもう知ってるよ、事実を知ってるよという状態が作れたおかげで、まあおそらく警察の方でも捜査はしにくかったかもしれませんし、またさまざまなところでやっぱりメディアさんだとか普通の村民または住民の井戸端会議なんかでもそういう話題が上るようになってですね、本来こういうことはお互い、確信か保守かわからないからちょっとそういう話はやめとこうねと思ってたような雰囲気の場所でもですね、そういう会話を堂々とできるようになったという意味で非常に空気がちょっと変わったのかなっていう、非常に明るい兆候が見えた気がしてとっても感謝しております。
いいタイトルに山登りはあるんですけれども、ですね、やっぱり沖縄ではこの正義という言葉が悪用されているので、本当の正義は何なのか。で、私はその、事実を追求することが一番、正義と思っています。その誰が悪いんじゃなくて、正義、あるいは事実は何なのか。で、例えば米側に問題があった場合、それをちゃんと認めて、ちゃんと反省する。しかし、すべてこの2社、私は新聞とは言えない、いわゆる、先ほどヨルさんが新聞と寛大に評価したんですけど、私はいわゆる新聞は、残念ながら事実を言ってない場合が非常に多い。で、今年の2月だったと思うんですけど、2月末の方かな、28日とか、そのあたり、タラス会が、那覇だったかな、イベントを開いてくださったんですけれども、で、そこで、その、ガナハさんが、地元の西に対して、その、質問、公開質問をしたと思うんですけれども、で、後ほど触れるとしていただければありがたいんですが、で、私は同じような要求を、世界日報という新聞に、多分3月号だったと思うんですけれども、2社に対してお願いした。で、それが私の去年のこと、まさに辺野古の方で起きていた、平和、いわゆる平和運動センターの議長、山城という人が、基地に本当に侵入して、私たちの沖縄県出身の警備員ともみ合って、で、地元のメディアが言いながら違うことを書いてた。で、その後、犯人扱いされたりとか、どんどん悪いことを、その警備員をバッシングしたり、ひどい、何日間も、繰り返していくんですけれども、それが彼らの名誉、海兵隊の名誉、日本政府の名誉、そして歴史家として将来、その、次の世代の人たちが昨年2月22日の事件の真相は何だったかを見ようとするときは、地元の西が嘘を書いていることしか参考にできない。で、そこで、3月にその映像を公開させていただいたんですけど、全く公開してない。反省というか、その、残念に思ってない。新しいことをしたいつもりですけども。で、その後、今年、その、1年経っていた段階ですけれども、地元のメディアが嘘の報道をしたことを全く認めてない。で、クラス会がそれを問い合わせしたんですけれども、で、私は3月に彼らに同じようなことを申し上げていたんですけれども、残念ながら回答がなかった。で、特に私が求めているのは、今3点です。1つは、昨年2月22日の報道がわざと嘘を書いたこと、間違っているんじゃなくて現場にいたので嘘であったことをについて、まず私の家族、海兵隊、読者の皆さん、県民の皆さんに沖縄タイムズ、琉球新報が謝罪をすべきと思っています。で、2つ目、私の連絡先、ネットで見つかれるので、どうぞ、それを使って謝罪してください。二つ目は、その記事を全面的に訂正すること。これが、
資料として歴史に残るので、今若い人たち何名かが来ている、この彼らの生涯、例えば研究者になった場合、あるいは記者になった場合、嘘のことに基づいてさらにその間違った情報を法制に伝えることはどうしても避けなければならない。で、3つ目、これいつも米軍に対して言われたことですけれども、再発防止の対策を取ってほしい。刺激のあることを普段から書かれてたんで、これどんな人なんだろうと思って、
東村なんかあんま行きたくないなと思いつつですね行って2泊させていただいて、道場の方も見学させていただいて、ですごく刺激を受けまして、今なぜその寺田さんのところに行ったかというと、沖縄はこれからやっぱり経済の足腰を強くしていかなきゃならない。でその時に農業がもう一つのね、その大きな明るい要素だというふうに思っていて、その明るい要素のイメージを与田さんが実際に実践されていたので、ぜひそれを見たいと思って行ったんです。で、まあそれで例の事件が起こるまで半年ぐらいその後間もあったんですけども、私は実は中国で天安門事件が起こった時にもっとずっと若かったんですけど、その時はもうとてもまあ不戦者でね、市民が見過ごされてるっていう報道があって、で私はすぐ中国に飛んで代わりに踏み潰されたいと思ったんですよ。その時岐阜に駆られちゃってですね、で親に止められて結婚してましたから妻にも止められて行かなかったんですが、その時と同じぐらい与田さんの事件に衝撃を受けちゃいまして、でも翌日か翌日には仕事キャンセルして東村に行きまして、与田さんに頑張ってもらいたいと思って、でそれでもうその後の与田さんのね、このあれが対応も素晴らしくてですね、いう一市民が本当に一市民で仕事を頑張っておられる与田さんのような方を踏み潰すうちにかかるですね、人がいるんだなって。実は今もう与田さんのところホームページがあって、これが見られない状態になってるんですよ。でこれがね、悪意ある誰かが仕掛けたウイルスによるものだと思います。そのくらいその与田さんも狙われてるヒーローですからひょっとしたらそのウイルスが中国からやってきてるかもしれないんですけども、まあそういう中でやっぱり果敢に今でもねご夫婦で頑張っておられて、僕はその基地反対とか賛成とかそういう立場を超えて、この危機に自分の危機に対してね対応するその姿勢のあり方っていうのにすごく刺激を受けて、とか勉強させていただいてます。でこれはやっぱりどんな問題でも自分の問題として正しい情報に基づいて行動するっていうことが大事だってことを教えてくれたと思うんですね。でそういう意味で正しい情報をね、だって与田さんの新聞の書き方何だったかというと、自称東村民って言いましたから、まあ本当にその時は分からなかったかもしれないけど、自称東村民ってよっぽど嘘つき東村民みたいに書かれてて、交流会からはする新聞はさすがにですね、そのエルドッチ白線ってもうもっとまた複雑なねいじめられ方をしてましたけども、百田さんが潰した方がいいって言ったのにはやっぱり理由があるだろう。まあ私は潰れてほしいとは思ってない、正せればいいなと思ってますけども、本当にその報道のあり方について、あるいはもう考えさせられていくんだと思います。まあでもいろいろ学ばせていただいたと思ってます。ありがとうございます。ちょっと追加でこの関係で今下原先生が与田さんについて一般市民が巻き込まれたということですけども、これぜひ皆さんに理解してほしいんですけども、次の被害者はここにいらっしゃっている人かもしれない、あなた皆さん の子供さん、あるいはご両親、いとこ、兄弟になるかもしれない。つまりおかしなことに対して行動を起こす人が本当は正しいことをしているけれども、そういう連中に狙われて、まあ、犯人的に扱いされることで考えられる、まあ、状態になっている。ですので、まあ、今回与田さんのこともそうですけども、私は去年経験したり他の人も経験しているんですが、止めないといけない。こういう失礼ですけど、こういう社会は異常です。でそれを政治、行政、メディア
がセットになっているので、極めて不健全、極めて危険。民主主義の社会は、近代的な社会はこういうものじゃないの。で、ヨルさんの話の中で、その今、社会の戦い、そこにも健康という説明されていたんですが、実はその前もいろいろある。例えば、議論案のテーマの周辺。そこで特にオーストリアが配備された2012年の方が非常にもう危険な状態だった。車から降りられない状態。そこまで、まあ、怖い限り申し上げますけれども。で、あの時、まあ、残念ながら警察は何もしなかった。行政に期待できない。日本政府に期待できない。あの時期にちゃんとやれば法律に基づいて当然国民、県民、市民が求めている普通のことを司法的にやれば、警察的にやれば、つまり安全な社会的なことをやれば今の状態になっていない。次の被害者は皆さんの中から出ますので、今へ行動しなければ。ありがとうございます。はい、で今ちょうどエルドシス先生がおっしゃった通りですね、僕もどちらかというと皆様の立場にずっといて、どちらかというともうこんな先生方 のお話をただ一方的に聞いてですね、で自分の、まあ、見分を高めるというか勉強するという立場にずっといたわけです。でまさかご一緒に同じステージに座るようなそんなことになるとは全く思っても見ず、で僕はエルドシス先生 の、一件についてもものすごく自分の中でこんなのでいいのかというものすごい義憤がもう憤りが通り越してですね、これ何とかしないとっていう気持ちもずっとありましたし、それとあと先ほど島野先生がおっしゃったカルチャーベイリゾートに機動隊が泊まっている件でもですね、まあ例の山城博さんがですねもうその入り口を占拠して大きなデモをやって車の出入りを止めたデモがあったんですね。でお前ら機動隊出さないともう一切お客さんも出さないからなと、機動隊叩き出せと、でもしこれやらなかったら明日も戻ってくる、明後日も戻ってくる、ずっと戻ってくるからなと、もう営業妨害もいいところでもう、働いてる人たちに恐怖を味わわせると、もう最低なことをやった。でこれたまたまですねカルチャーベイリゾートって僕6年も勤めた僕の元職場なんですね。で僕は農業で食っていけなかったもんですから兼業農家をしてまして、でその間ずっとホテルでお世話になりながら自分の農業で、勤めてた方の給料を自分の給料で払ってたっていう本当おかしなことをずっとしてたわけですけども、そういうその高いの一件が、積み重なってきた僕の憤りが爆発してしまったというそういう一つ一つが原因となってたっていうことを今には思うんですね。非常に思うんですね。でやっぱりこの冤罪というのはですね本来エルドシスさんも僕もそういう冤罪に遭うとですね一番先に駆けつけるのが共産党だろうと思うんですけど、なぜか共産党さんとか社民党さんとか助けに来なかったんですね。こういう被害者というのは本来一番先にこうやってくれるんじゃないかなと思うんですけども、誰も手を差し伸べずにですねもう黙殺ですね。で僕も特にこの、琉球新報さんについては、ともりという記者さんがいるんですけれども、彼からですね、直接、僕の記事の反響をですね、見てですね、おそらくこのまま、たぶん新聞社にですね、抗議がかなり行ったと思うんです。もしかしたらこの中の方の誰どなたかもですね、お電話していただいたかもしれませんけれども、事実をちゃんと伝えろと、本人は全然新聞で書いてることと違うことを言ってるじゃないかと、
ということで、おそらく相当な圧力があってですね、北部支社が結局書いた張本人がですね、僕に連絡を入れてきて、実はあなたがこの当事者であったことは知ってましたと。ただ夜も遅かったので連絡を控えて、長官に一方的な記事を載せた当日に僕に確認の連絡をしてきたんですね。でこれ新聞社としてどうなのかっていうのもとっても僕は非常に不愉快というかもう不満を感じてですね、本来A と B という人が喧嘩をしたらですね、双方の言い分、双方に事実、正義があるわけですから、両方の話を聞いて、それで、新聞社はこういうことがありましたということを、で、判断は読者に任せるということが大前提であるはずなのに、一方的に活動家を被害者にしてですね、で、僕は暴力男、しかも自称村民、しかも記事を書いた時点で、僕だっていうことはもう分かってたんですね。分かってたにもかかわらず犯人に仕立て上げて僕が煽り出されて、それであなたの意見を聞きますよと言われてもですね、僕は公正な報道をしてくれると思わないから、あなた方の取材に関しては断りますということで、これ全てメールに残してですね、またその翌日に僕がまた Facebook でシェアさせていただいたんですね。でそれもあってですね、やっとこの新聞社のこういうその裏の策略とかですね、これがたまたま相手の記者が少し、なんていうんですかね、油断してたということで、全部書面に残してしまったもんですから、表に僕を出すことができたんですけれども、通常の冤罪の被害者というのは、このまま終わってるはずなんですね。だから僕は非常に全てのことにおいて、非常にラッキーだったと。本当に、おそらく僕だけたまたま助かったんで、助けてもらえたんだというふうに感じています。で、残念ながらエルドジ先生についても、まだ名誉が回復されたとは僕は到底思ってませんので、これについて本当に県内で、特に読者がですね、しっかりした、なんていうんですかね、事実を報道しろという、やっぱりこう気持ちをですね、強く持って、で、ちょっと話を飛ぶようなんですが、やっぱりトランプ氏が大統領で、大統領選で、勝利したのも誰も読めなかったという事実がありますね。で、それはよくポリティカルコレクトネスとなんていう言葉を使って表現されますけれども、今の日本もですね、パワハラとかセクハラとかですね、あとマタハラとかですね、なんかハラスメントをつければなんかちょっとおしゃれになって、しかもなんかなんていうんですかね、権力者を縛ることができるんじゃないかっていう風な風潮があってですね、もうなんか発言するとそれセクハラ発言、それパワハラ発言だよ。つまりね、報道の自由だとか表現の自由だとか、憲法で保障された思想の自由、全ての自由がですね、僕らの保障、世界一おそらく保障されているはずのこの国で何にもものを言う、なんていうんですかね、空気がない。で、それがポリティカルコレクトですかと僕は思ってます。政治的にそういう発言が正しいことなのか。で、それを我慢して、これは右にも左にも言えることだと思うんですけれども、自分の本当に思った素直な気持ちを表現することができない。今おそらくこのシンポジウムに参加された方が明日また友人に会ってここ行ってきたよなんてとても報告できないよっていうような、そういうところにいらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。そういう空気が僕は一番良くないと思っていて、で今アメリカでそれがたまたま爆発したんだと。これおそらく市民の本当のこの何て言うんですかね、真意をもうメディアすら読み切れてなくて、でもうそういう鬱憤がですね、今の日本にも蓄積しつつあるっていうのをすごく感じますので、僕はもうこの両新聞社がですね、もう本当に近い将来、本当に市民の手でですね、言論を取り戻す、で真実の報道をですね、取り戻す日が来るのは近いんじゃないかなと勝手ながらとても感じました。おっしゃる通りですね。本当に大
ている与田さんなんですけれども、まあ、実はせっかくですので今日ですね、皆様のお手元に八重山日報の日本史が配布されていまして、実は今度、来年でしょうかね、来年ですね、本当版を発行するということで、今、動かれているということで、要するに沖縄で第3の新聞社がずっと望まれていたわけなんですけれども、第3の新聞社が出てこないんだったら、石垣から自分たちが本当に乗り込んでくるということで、本当版の新聞を出されるということらしいです。今日、販売店の方がお配りされていると思いますが、まあ、この与田さんが言っていた、スピンの手で回復しなければいけないということですから、皆さんをお力を一つになっていただければと思っております。まあ、もうあとちょっと時間がありますので、続けさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、もうこういうふうにしてですね、メディアは無実の善良な村民をこのように今まだ容疑者ってあるようにそうなんですよ、被害届を出されてしまってますから、まあ、与田さんも何て言いましょう、正々と堂々とされてますから、来る者には立場があるということで、名護署で事情もちゃんと説明をして、事情聴取も受けられて、なんと、まあ、宴会そのものなんですけど、一応今形としては容疑者っていう感じなんですね。こういうふうに善良な村民をですよ、容疑者にまで仕立て上げて違法な行為をして、彼らは一体何をしたいんでしょうかというのが、まあ、彼らの本当の目的は何なのかっていうのを、まあ、与田さんにぜひ聞かせていただきたいと思いますが、まあ、今後、まあ、北部訓練場半分も返還されるということで、工事が終わりました。で、まあ、おそらく辺野古に流れるであろうと思われますけれども、そこまでして自分を落としめた奴ら、何を一番この目的とするんでしょうか。これ僕、左翼ウォッチャーじゃないので、ごめんなさい、詳しくお話しすると、本当に特に塩野先生とか詳しい方がいらっしゃるんですけども、僕の塩との観察でですね、もう明らかにそのおかしいなと思うのは、もう例えば山城宏司さんがこう逮捕されました。そうすると事務局長が代わりにメディアで応対しないといけない。でその事務局長がたまたま名前がパクさんという名前だった。でもこれはもういかんでしょうと相手方も思うわけですね。だから大城さんという方を、まあ、パクさんを下ろして、大城さんという方を上に上げて、さも県民の運動ですよというような雰囲気を醸し出したりですね、もう明らかにですね、沖縄県民の本当の意味での正義というかですね、こう心からの叫びを吸い取って、汲み取ってですね、戦ってるという人たちではないんですね。でそれはもう実際村民のが道路通りたいっていうそういう切実な声に一切耳を傾けずに、お前らのためにやってるんだと、お前らがやらんから俺らがやってるんだというような開き直りでですね、やってるそのこと、それと、まあ、彼らの実際そのこういう紛争がなくなったら存在意義を失うという、そういうその、まあ、危惧というかっていうのがかなりあるのかなと、とても感じます。でただ今回辺野古で、まあ、このオール沖縄が沖縄一体となって戦ってるんですよという雰囲気の情勢は、僕はある一定の成果があって成功したと思うんですね。ただ彼らが高井に北上してきたのは、これ完全に間違いだったと思います。高井でですね、結局、相手がたまたま僕だったわけですけれども、僕の前にですね3人も村民が殴りかかっている事実があってですね、でしかもそれがたまたま機動隊の目の前で起こったので、機動隊に引き離されて大事に至らなかった。僕の場合は機動隊が全くいない中で起こってしまったという、
だけの話で、僕の事例で4例目だっただけの話なんです。で、実際こういう事件というのはもうほったらかしにすればするほどですね、市民も市民で不正義というかですね、結局誰も、まあ、例えば、まあ、この場合は警察になりますが、警察がしっかり彼らを抑制してくれないんであれば、自らの手で自警団を作るなりなんかしてですね、もう戦うしかないよと、これは非常にもうある意味危険なことですね。リンチであったり死刑って言ったりしますけれども、なかなかね、まあ、市民同士がこう殴り合うなんていうことはもうまず考えられない、この平和な日本ですから、やっぱりこの秩序というのをしっかり取り戻すためにですね、事実が市民にちゃんと伝わらないといけない。まあ何度も結局新聞報道という話になってくるんですけれども、もう間違いなくそういう気づきがあって、で高江に上がってきたことによって彼らの本当の意図、これは別にこの日本を良くするとかこの沖縄を良くするということではなくて、日本をむしろ弱体させるというような意図を持って、またはアメリカを弱体させる、そういうような意図を持って活動しているというのが、僕ももう本当に恥ずかしながら自分が事件に巻き込まれて初めてですね、そういう側面を、まあ、側面というよりも本当のもうメインの目的を初めて見ることができて、でそれが僕の事件を通していろんな人たちの目に入ったということで、僕はまあちょっと名前は少し傷ついたかもしれませんけれども、もうこれぐらいだったらやった甲斐があったかなと本当に思うくらいですね。むしろこの件があったことを感謝してます。それと僕がその当事者であったということを感謝してます。これなぜかというと、僕のちょっと上の先輩方で農業しか知らないような先輩が山ほどいるんです。そういう人たちは携帯未だにガラケーと言われるようなスマートフォンも使えない方で、下手すると Facebook だとかブログだとかそういう発信もできない方、もしそういう方が万が一僕の前の3人殴りかかった3人がですね、もし今回僕と同じような事件に巻き込まれてたとしたら、もしかすると犯人のまんま何にも表に表立てになることなくですね、もう抹殺されてた可能性があったんですね。だから非常本当に僕でよかったなっていうのは今全然強がってません。もう本当にそう思ってます。以上です。近々、ただす会の方で、沖縄防衛県民大会をですね、
た呼びかけさせていただきたいと思いますので、皆様どうかその時はご協力をよろしくお願いいたします。そうですね、最後の方に感謝の気持ちとおっしゃったんですけども、私も冒頭で申し上げていた通り全く同じ気持ちです。で、少しずつ少しずつ、県民、国民がより実態を分かるようになっている気がする。で、次は知るだけでなく行動することと思う。で、勇気を持つことはすごく、難しいと思うんですけども、勇気を持って昔のことをちゃんと指摘する。で、皆さん加えてその勉強をすることを明かすことがすごく重要かなと思います。で、最終的に正義が勝つと私は思っています。で、その正義を支えるのが真実なので、一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。高江とかですね、辺野古に反対派の人たちが来て、おりますけれども、実はその1000人動員したこと1回もないんですよね、実数として1000人で。これだけ沖縄全体は高江に怒ってるぞ、辺野古に怒ってるぞって言いながら、最前線の現場では1000人集められないんですよ。まあ全国に動員かけりゃ集まってくるケースもあると思いますけど、やっぱり県民大会とかね、ああいうところでは人数はそこそこ出てくるけれども、本当の闘争と都会にとっての一番重要なところには1000人来ない。これは重要で、つまりこちらに、200-300人の方がいらっしゃるわけだけども、一人一人彼らは組織力を持ってしても一番最前線に1000人集められない。でもここには組織力のない人たちが何百人も集まるということはものすごく重要で、これこそその世の中を変える、正常化があるいは経済を変えるというようなことの力になると思っています。彼らは本当に組織の中の軸としてしか動けない人間です。こちらに集まっている皆さん、もちろん与田さん、エイドリッジ博士も含めて、もちろんリーダーの雅子さんも含めてですね、もう自分の個人の力を信じてやってるんですね。個人の力と個人の力と個人の力の合わさる力を信じてる。ここにまさに本当の意味での民主主義とかの原点があると思います。そういう意味では彼らはリベラルを自称するけれども、ここに集まってる人たちが本当の自由や民主主義の価値を知ってるんだと思うんで、ぜひこれからもお互いに支え合っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。最後で恐縮です。もうほとんど僕自身はもう皆様の前でお話してきたことを非常に嬉しく思いますし、こんな機会がですね、まさか来るとはですね、この事件の最中は全くもう最初の1ヶ月っていうのはもう電話も鳴りやまないし、いろんなところからこう、取材もたくさんいただいたので、それが必ずしもいい取材ばかりでなかったということもあってですね、何を話せばいいのか、誰と話せばいいのか、話すべきなのか、そもそもそういうようなことも含めて全く判断がつかなかった時にですね、先ほど島田先生おっしゃった通り、もともとお客さんとしてうちに来られてですね、でまさかこんなふうに並ばせていただくということになるのはつゆ知らず、本当にそういうもう必要な時に、もう苦難にある時に一番必要な時に駆けつけて来ていただいた友人の皆様がですね、こうしていらして支えていただいた、僕はもう本当にこれがもう一番の宝で財産だなということを感じました。で、これをやっぱり皆様にも同じ温度とですね、つまり暑さで
共感していただいて、やはりまだまだこういう声が広く沖縄県内広がっているかというと、僕はまだまだだと思いますので、少しでも多くの皆様にですね、この事実を分かっていただけるように、またご協力をよろしくお願いいたします。誕生日での店長説パレードにぜひともご参加をお願いいたします。また先ほど